大名の一存は国を火の海へと変えた。それから故郷の村を離れ、一月道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を患った。行く先々で見る光景が戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと。置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを請うばかり。ただ願うはあの伝説の平民の持ちたる国でまた家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく無事にたどり着くことを祈ろう。
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.